この地図で、ラブラドル海流は上から下へ流れている。湾流は左から右。ラブラドル海流はグリーンランドの南西、ラブラドル海を南へ流れる海流である。温度が低く、塩分濃度も低め。ニューファンドランド島沖のグランドバンクス周辺で、暖流のメキシコ湾流とぶつかり潮埋めを作り、工業場となる。しかし、濃い霧が頻繁に発生する上に、 氷山がラブラドル海流に乗って流れてくるため、公海上の危険な海域ともなっている。1912年4月14日、イギリスの豪華客船タイタニック号がその所女、公海途上、氷山と衝突し、沈没したことは有名である。それ以来アメリカ、カナダの協力によって、国際海氷パトロールが組織され、常時海流や氷山の状況が観測、通報されている。 グリーンランド近海からラブラドル海に流入する水量は毎秒約750万トンであるが、ラブラドル海流による流出量は毎秒約550万トンである。この流出入量の差、約200万トンの海水がラブラドル海において深層に沈降し、北、大西洋に南下するものと考えられている。ノルウェー海の深層水は海嶺に妨げられて、北、 大西洋へは流れないので、ラブラドル海流下の深層水は、北、大西洋における深層水の源として重要な意義を持っている。ラブラドールレトリーバーは、この海流が作る冷たい海水中で、網の牽引や脱落魚の回収など海洋漁業の手伝いをしていた犬を祖先とする。また、ニューファンドランドは東海流が作る海水中で、 水難救助を行としていた犬からスタートした。ありがとうございます。